はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、スクスト2というわけでの実況をしていきたいと思います。379日目のログインボーナスです。モニカさん、ありがとうす、サンクス。うん、そしたらバイン受けていただきますよ。右上がり3、なるほど。ビスケットシリーズペア、ダビステガールズペア、エビ型ガールズペア、コトベジャネガールズ4、赤月にその私がアリス、保険体育委員会ガールズペア。なんか結構いろいろ惜しいんだけどね。オース、ありがとうございます。さて、あ、前回中間さあ、今日はですね、ちょっとあんまり考えてない。一個考えてるのが、マイルーム。抱き枕がある状態で、抱き枕がある状態で、マイルームを訪れた時のリアクションが変わったりするのかがちょっと気になったので、それをやったりとかする感じですかね。なんかあれなんだ、なんかね、ちょっと完成気味なんでしょうね。頭が痛い。うん。喉の調子も若干良くないですね。なんともかなんでいいかな。喋ってる間にそれでやってしまいますね。基本的にね、まとめては、前も言ったけどね、勝利数をつけたいから、いつでも多く勝利数をつけたいので、あんまりね、まとめて対戦を利用してないっていうね、せっかくクワーツ機能なんだけどね。しょうがないかな。まあこれは私のねやり方なんで全然いいと思います。でですね、まず正月よさらばのやつですね。で、多分しばらく受けてなかったけど、すごいすごいいただけますよ、ありがとうございます。というわけで1万5000円いきましたね。で、8日でしょ、今日6日でしょ、朝でしょ、約3日間ぐらいはね、2万はいきますね。2万はその先ですよね。参考はちょっと気強いかなって感じですかね。まあ、結構エリクサーね、もらえてんすよ、いろいろと。なので、ぶっちゃけ結構やれたりはするんですけど、ちょっとね、新年の初の協力戦は、今までの最高記録を出したいとか思ってたりもしますよね。今でも最高って何だったっけ ?3000 ないかな、多分。リトルリザードに戦いを挑んでみたいと思います。ロッティでパンチ。特に火力があるメンバーはいません。4万ちょいでパンチ。41,835。お、クリスマス。あ、トナカイ。大ピック。なかなかのセンス。出てくるのが、ノエさん、ね。さて、じゃあとりあえず、先にマイルームに回しようか。多分サムネがそこになりそうな気もするので、ね、なるべく早めに行きたいじゃないですか。探訪さん訪問。スワイプモードがいいのね。そう、VR もね。じゃあさ、なんか言ってくるかな。あれ、ごきげんよう。たびたびすみませんが、フェイが逃げ込んでいないか調べさせていただきますわ。あれ、これランダムになんだっけそうだっけ。あら、綺麗に片付けておりますので感心しましたわ。どうもどうも。あ、見られちゃう立ち枕に関してなんか言うのかな。言わなそう。かわいい家具ですこと。シャルロッテ、あ、いえ、ターニャちゃんも気に入りそうですわ。気にしてるね、ロッティのこと。やはり、お、見られちゃった。メイドもおりませんから、今はベッドメイクも自分でしておりますわ。少しは上手くなりましたのよ。スルーされましたね、サドバちゃん。庶民的な代物ですわね。あまり良いセンスとは思えませんわ。すいません。え、結構いいかなと思った。考えてみれば、フェイに個室を与えたのが間違いでしたわ。もっと監視ができるようにしておかないと。今のチームハウスの個室は手狭すぎますわ。せめて衣装部屋だけでも別に欲しいくらいです。さすが。
でも特にこれといったのはないのかな。ついつい長居してしまいました。こちらにはいないようですし、おさらばして他を当たりますわ。はい、それではごきげんよう。ごきげんよう。ランダムなんでしたっけ、訪問って。そうか、さとかちゃん確定だと思ってた。なんかそうか、そうか、さとかちゃんが訪問して、さとかちゃんがさとかちゃんの抱き枕を見た時のリアクションが見たかったけど、多分ないんだろうな。そんなものは存在しない。新しいメモか。おいしい。大丈夫、ウキウキしますか。4回来てる。そろそろもう残りわずかだから、ちょっと避けてる場合じゃない。ダイスは全部取ったんだっけ。あと言われてあんだけ引けないんだ。とミラクルラボとアンサイサーできるのか。あとダイスは全部取ったんだよね。ダイスはね、そうですね。まあ簡単に持ってきたのでよかった。うわー、レアダイヤだけど、あ、まだ全部引けないぞ。この辺は最後まで引かない方向で行こうぜ。さて、あとはあれ、もう終わり、なんか終わっちゃったかな。まあ、じゃあ、アイテムのランドで遊びますか。特に、あとは何か言うことはあるかな。なんかあったような気もするんですよね。いろいろ忘れているというか、ボケているようなところがあるんですよ。そんなガチャがあるですね。何ですか。それは、しょうもないけど、ノーマルガチャだもんね。SR 買って、あ、レアガチャゲームだ。あ、レアガチャゲームですね。結構何だかね、見えるんですけど、あ、レアガチャゲームですね。レアガチャゲームですね。あ、結構レアガチャゲーム。あ、レアガチャゲーム。あ、なんかレアガチャゲームの配信率上がったな、これ。あ、SR 買ってガチャゲームですね。まだいけるね。今断念したんだ。さてと、今まで、あ、そこ常設のままでよかったの忘れてた。そんなガチャがあるんですね。結局それが姿にしまえば、お、これは究極ですよね。あ、持ってたんだっけ。ほう、持ってたんだ。あ、でもこれでひなちゃんちょっと強くなったね。他のメンバーの様子を見るですよ。で、また一番ボスが変わっちゃって、しかも今ね、ロッティがコンディじゃないですか。ヒットメント11万、アタック14万じゃないですか。今ね、一番ボス効果でね、ワンチャンマナちゃんがメインメンバーに入れるかもしれないんだよな、ロッティを抜いて。だがしかしといったところですよね。ひなちゃん結構上がったけど、だがしかしか、まだまだですね。最近ね、あんまり戦力の増強ができてない気がすごくするんだよね。せめてあれだよな、アシストメンバー全員 UR 持ちぐらいにはしたいんだよな。そういう意味ではやっぱあれか、主流スメンバーばかりを重視していてはいけないのかもしれない。その場にかがりちゃんだけど何も聞かなくて、なんかごめんごめんってみたいな感じなんよね、ほんと。さて、そんなのかな。まだ運試ししてなかった。あ、そう。マイアレンジコンテストの準備をしなきゃいけない。全然考えなかったぞ。すぐ忘れちゃうんですよ。それで。では、始めるでしょ。1月6日の運勢。今日の運勢は、お願いします。なんか、そうなんですね。2日と3日はやり損ねたんですよね。うっかりでしたね。今回こうやって正面だからいいのか。で、さとかちゃんがなんか本とか読んでるときは、あの、キュービの尻尾が邪魔して何も見えないっていうね。で、この天使ちゃんはなんか効果あるのかな。
ってるってホームタッチでタッチすると、まあ、ね、ないです。エテルノランドか。なんか今やっても多分僕の成績が出なそうなんですよ、ね、なんですが、やってみますか。エテルニアランだけでいいかな。ボーリングはなんか今ね、集中力が多分絶対ないというかね、頭痛がするから頭痛いときにね、集中できないんでね。ただこういうアクションゲームが甘いじゃん。というのはね、逆にね、頭が痛いときとかの方が何か違う感覚が発生する可能性があるんだよね。まあ、それはボーリングにも言えることではあるんだけど。さあ、今日の感覚はどうでしょうか。やっておりますが、果たしてどうなってしまうのか。結構綺麗に撮れたんですね。お、すごい綺麗ですね。うん、スバルですよ、これ。実に素晴らしい。面白い。は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 い。え、無理。これはひどい。うん、無理ですね。完全にもう集中力とかそういう次元じゃなかった。そんな次元じゃない。というわけで、なんだね、1月新発イベントね、まだまだ期間はあるので、よかったらね、皆さんね、行けるとこまで、まあ、自分の着地点止めてやっていけばいいと思いますよね。スコアフォーシュ、いくつまで取るか、取っていいと思います。はい、じゃあそんな感じですかね。あとね、チェックしておこうかなと思って。エリクサーが50はあるか、単体エリクサーが、ね、結構使った気もするな、なんだかんだ。結構ね、やっぱね、あれですよね、チャンスでも来たらね、使わざるを得ないというか、って感じですね。まあ、そこミラクルラボとかあるのか、なんかミラクルラボ上げるのもそうですね。これって結構増えてきたから、またストーリー一通り読んじゃおうかなって思うね。そうだね、連絡バーク上げちゃおうかなって思う。最後にじゃあ、上げて、違うな。ウィリー。上げて。これは素晴らしいです。うん。じゃあ、私からも。どうぞですよ。いただくですよ。お返しはね、あまり期待しない方がいいからね。みんなでどうぞ。よいしょ。あ、フレリオ、私からも。あ、エリクスルー。どうぞですよ。ありがとうっす。そんなもんかな。はい、ということで、そんな感じですよ。もう全然喋れないんで、喋っております。お疲れ様でした。バイバイです。